ベンフェルドは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。ストラスブールの南にあるベンフェルドは、生態系に富んだ、湿地帯であるポルトデュ、リード地方に属している。ベンフェルドを合理の中心をなす、この町は、イルガワの西岸で成長した。ベンフェルドは、ローマ軍駐屯地、エレルム、または、ヘルウエトムの内部にあった、まだ見つかっていない、入植地に起源がある。 ガロローマ時代に町は再建されず、ベナベルディムの村を建てるため、石が使われた。ベンフェルドの名が現れるのは、769年に、ストラスブール司教エディンが記した、古文書においてで、ビルッタベンベルティンとしてであった。後世の司教がベンフェルドの防衛用城壁を建設させ、神聖ローマ皇帝アルブレヒト一世が1306年に、都市の地位を授けた。 1349年、ベンフェルドにおいて、アルザスの銃の自由都市、銃都市同盟が会合を開き、ストラスブールとその保護下にある都市が、ペスト流行後に取るべき施策を審議した。1394年以降、ベンフェルドは、ストラスブール市の支配下に入った。1580年からは、ストラスブール市教皇が設置した、大管区がベンフェルドに置かれた。 30年戦争中の1632年9月、住民が立てこもったベンフェルドは、スウェーデン軍の攻撃に66日間耐えた。降伏後スウェーデン軍が入場し、ベスト・ファーレン条約が締結される1650年まで占領された。街を取り囲んでいた城壁は、条約締結後に取り壊された。アルザスの戦い後、1944年12月1日。 ベンフェルドはフランス軍第2機構師団スパヒによって解放された。しかし1945年1月7日、ドイツ軍はストラスブールへ向けた積極的な攻勢を開始いくつかの湿地回復を行い、イルガシニタシベンフェルド郊外に現れた。この深刻な事態に直面し、住民全体で避難しなければならず、ベンフェルドは1月20日に、 ドイツ軍の猛烈な砲撃を受け火に包まれた。参照元、イヘスト、INSEE。ありがとうございます。